こんにちは、にじこです。真夜中配信です。来ると思ったでしょだってね、もう風さんからこんなの来ちゃうし、ツイートが、あとズッズさんのねお知らせもね、もうずっと気になって気になってね、何度も読んでね、あ、話したい話したいと思って我慢できませんでした。はいね、まず風さんからね、先ほど来たツイート、グレースっていう単語を調べたらいろんな意味が出てくるみたいだけど、藤井風の曲グレースは神様かっこ天の恵みみたいな意味で使っております。知らなかった人はそれを踏まえて聞いてみてねってね。うん、いやもうそう思ってましたよ。うん、でもわざわざこういう風にツイートをしてくれるってことは、風さんにとってやっぱりこのグレースっていう曲が本当に本当にもう、いやまあどの曲も大切には違いないんですけども、もうすごくこれを伝えたいっていう、それがねこのツイートからも感じられますね。グレースね、神様の恵みなんだよっていう、改めてみんなに伝えたいっていう、そこをねしかと受け取りたいと思いました。うん、ありがとうございますね、本当に。いや、神様の恵みすごいよね、改めてね、本当に全ては神様の恵み、もう本当にその通りだと私も思います。もう全部が、全てがもう一つ残らず神様の恵みじゃないものはないと思ってます、私も。この地球がね、全てね、うん、壮大な話になりますけど、でもそういうふうに思ったらなんかこう謙虚さも生まれるし、なんか全て万物に感謝の気持ちも生まれるし、そうするとね、なんか あるんだっていう、こうないないないで欲しがる欲しがり欲しがるばっかじゃなくて、こうあるってことにこう意識がいくから、あ、なんて私たちは満たされてるんだろうとか、なんて恵まれてるんだろうとか、もう恵みでいっぱいだなとか、すごい満たされた気持ちになると思うんですよね。うん、なんかそんなことをね、この風さんのツイートから改めて思いましたね。本当にありがとうございますです。109歳の風さんからのツイートでした。はい、そしてそしてズッツさんですよ。もうね、ありがたいね、あれですよ、お知らせ前の先行お知らせパート3が来ましたね。ちょっと読ませていただきますね。マネージャー買わず、2022年11月17日、何度か書かせていただいたので分かっとるわという方はスルーでお願いします。スルーするものですか、もう本当にね。ラブオールアリーナツアー、通称 LAAT、 先週末にチケット当選通知を出させていただきましたが、本日はこの後2時受付およびインバウンド受付のご案内を告知させていただきますので、少しのアドバイスを先にお知らせさせていただきますね。もう本当に2時の受付来ましたよね。その2時を明日からね、明日の18時から申し込みができるんだけど、その前にアドバイスってね。そして海外の方もね、応募できるようになったから、そのインバウンド受付ね、もう皆様それぞれのご事情がおありだと思いますが、そういった事情を一切無視した形で一方的に書かせていただくこと、ご了承ください。まあいろいろね、いやこうなんですよ、ああなんですよっていう、いろいろね、きっとズッツさんの元にもね来てるんじゃないかと思われます。うん、大変ですよね。そう、もう一切無視、いい、そりゃそうですよ。そんなね、もういや、もうこんなの書いてくれること自体がもうありがたくて、もう本当にグレースです。もう本当に使いたいだけはい、本当にね、いきますよ。次、まずは1時で落選したのになんで2時受付があるのと思っている方にご説明です。
これは一時で申し込み当選した方でも何らかの事情で期日内にチケット代を入金されないとキャンセル扱いとなり、そういったキャンセルが出た分や一時受付でキャパシティに到達してなかった公演の二次受付をこれから行わせていただきます。一時受付が終了し、これから二次受付に向かうにあたって傾向と対策をここに記しておきます。土日公演の会場はまたも土曜日に申し込みが集中してました。スタジアムライブの時にも言いましたが、土日公演の場合は日曜日が有力説あります。そして会場選定ですが、都心の公演は当然申し込み数が多い、人口比率の点でので倍率が上がります。今回のツアーでは指定席と親子席がありますが、通常席と親子席の席数を比べた場合、どの会場も圧倒的に通常席の方が多いので、確率の問題で親子席が当選するのが難しくなります。もちろん通常席でも親子でご覧いただけます。といったようなことを踏まえ、都心公演の大阪城ホールやツアーファイナルといった付加価値も加わる横浜アリーナ公演、土曜日の公演は難しいです。私ならこのツアーで一番キャパシティの大きい埼玉スーパーアリーナ、もしくは宮城&名古屋&福井の日曜日を狙います。ここまではっきりと書いてくださると、もうここ申し込みますよね。ねえ、申し込みたくなりますよね。最後に、実はこれが一番の問題点というのをお知らせさせていただきます。それは申し込み時の文字打ち間違い問題です。ちなみに今回の一時受付では、おそらく文字打ち間違いによる申し込みは申し込み弾かれ不正対象扱いの件数が何千件もありました。何千件もあったの？すごいですね。文字打ち間違い、いやこれはもったいないですよね。何千件ってすごいですね。それはここはちょっと注意した方がいいとこですね。はい、E プラスさんのシステムを使用させていただいているのですが、 E プラス会員登録時の電話番号とチケット申し込みに入力した番号が違うと弾かれてしまいます。購入者だけではなく同行者も同様、間違えると弾かれますので、お間違えのないようお願いします。あとシンプルに住所や氏名の打ち間違いなど、本当に細心の注意を払って打ち込んでみてください。ちなみに私の場合、自分を全く信用していないので、ネットで買い物をする際など打ち込んだ文字を何回も見直します。これを読んでくださっている方はご存知だと思いますが、このスタッフインフォメーション&ダイアリーの中でも誤字脱字だらけです。自分的にはあんなに見直してるのにと思ってるのですが、なので申し込みの際の文字見直しよろしくお願いいたします。いろいろ書きましたが、これまでにも書いている通り、結局は運だと思います。これを読んだあなたの当選確率が少しでも上がることを願っております。God bless us ということです。もうずつさん、本当にありがたいですね。もう忙しいでしょうに、もう本当になんでこんなに美に入り才に入り書いてくださるんでしょうか。ありがたいですよね。で本当にこの打ち間違いはもったいないですよね。ね、自分全く信用してないというずつさん、いやそんな、私もそうなんですよ。もう本当に自分を全然信用してないんで何度も見直すんだけど、でもね、ここでの配信でもね、なんか言い間違いとか間違いとかいろいろありますけどもね。まあしょうがないです。ずつさんそんなね、誤字脱字そんなに気にならないですけどね、私は。いや本当に、でもね、もうすごいアドバイス。なるほど、やっぱり都心部は集中する。まあそれはね、なんかまあわかりますよね。で地方はやっぱり穴場ということですね。宮城、名古屋、福井の日曜日、そして埼玉スーパーアリーナね、ここら辺ね、
そっかってみんなが申し込むと集中するという考えもあるけど、でもそんな風に思わず素直に申し込んだ方が結構この間も当たってるしね。うん。そして、付加価値の加わる横浜アリーナね。そして土曜日都心の大阪城ホールね、やっぱりねファイナル行きたいよねとかね、やっぱ都心ね行ってみたい、土曜日の方がいいかな、まあ、みんな考えること一緒ですからね。うん、ぜひぜひ、でもね、まだチケット当たってない方はこのズズさんのアドバイスをねぜひ参考にねされたらいいんじゃないかなと思いますね。ありがたいですね。それにしても本当になんか毎度思います、もう本当に風さんのファンだけどズッツさんのファンでもありますよね、もうみんなね本当にもうマネージャーっていう、まあなんていうの、プロモーター、プロデューサー、いやもうねそんな裏方さんじゃないですよね、もう本当にビジュアル的にもどうぞ表に出てくださいって感じだし、何せもうこのね本当にファンに寄り添ってくれる気持ちがもうね、もうこのもう動機は愛のこのねズズさんのこのダイアリーインフォメーションが本当にありがたくて幸せですね、ありがたいです。はい、そして二次募集ですよ。うん、藤井風ラボールアリーナツアーチケット2次先行抽選受付決定ね、来ましたよ2次ね。え、も私も早速ダメだった友達にお知らせしてぜひぜひってパワーを送りましたよね、本当に。うん、ぜひぜひ1次で残念だった方、ここがまたチャンスですからね。うん、ぜひズッツさんのねご指南を参考に申し込んでみてくださいね。はい、それからもう一つ海外の方に朗報ですね、またありましたね、藤井風ラボールアリーナツアーセールスフォーオーバーシーズね、海外在住の方のためのチケット受付が決定いたしました。いや嬉しいですよねこれね、また海外からね大喜びでお申し込みあるでしょうね。でこの受付は E プラス会員登録ができない海外在住の方の受付です。購入者及び同行者が日本に在住の日本人の方、 E プラス会員登録のできる方は購入できませんね、ここはご注意ですね。購入者同行者ともに公演日当日海外在住であることが確認取れる証明書をご提示いただきます。ご提示いただけない場合は入場できません。だから海外に住んでないとダメなんですよ、とにかくね。はい、いやいやいや本当にね、もうありがたい、もうなんか本当にありがたいね。はい、ありがとうございました。そしてありがとうございました。でね、こんなのをいただきましたよ、パフィームギさんから。にじこさん、私も埼玉宮城用意していただきましたが、お友達が不幸があり、そんな気分でもなく私だけ行こうかと思いますが、トレードの仕方が分からず、とりあえず入金して待てばええのですか、そしたら E プラス見に行けばトレード出品することができるのでしょうか、とても不安ですって。これはその2枚で当たったけどもお友達が行けないから私だけ行こうかと思いますが、ってことは1人だけトレードに出すってことかな、そういうことでしょうね。いやちょっと私もねそれはどうすればいいのかちょっとわからないんですけども、 E プラスの方にやっぱりこれ問い合わせしてみるのが一番いいんじゃないでしょうかね。うん、問い合わせぜひぜひしてみてください。そういう方きっといらっしゃると思うんでね、たくさん。うん、はい、それから鳥さん、私もチケットご用意していただきました、ありがたいです。で、私はにじこさんよりおちびさんですパナサではアリーナ後ろ席でスクリーンも見えなかったりで、今回は埼玉なのでまたアリーナ後ろだったら見えないかな、こんな私はどうしたらいいか教えてくださいって。あーねー、私もこの間はねかぼちゃ席で、まあ、かろうじてちょっと、まあ、見えたんですけども、横浜アリーナの時、以前のアリーナの時には
真ん中よりちょい前ぐらいだったんだけど、前に大きなお兄様たちが立ってらして、まあ全く見えなかったんですよね全然見えなかったんですよね、本当に。うん、なので本当アリーナはね、そういうことありますよね、おちびちゃんにはね。もうどうでしょう、高めの靴を、ヒールの高いのを履くぐらいしか浮かばないんですが、なんかいい方法あったら教えてください誰かはい、それからね、そうそう、この間ね、11月15日に風さんが、カーペンターズの、ウィーブオンリー、なんだったっけ、忘れちゃった、あれあげてくれたじゃないですかね。そしたら私もショート動画にあげたんですけども、2018年にも4年前に風さん弾き語りしてるんですよね、里翔のご実家でね。そうで、それがね、あの時に風さんが歌ったのはインスタストーリーでね、1969年の11月15日がカーペンターズのデビュー作チケットトゥーライドの発売日だからかなってチャムさんが教えてくれたんですよ。そうなんですね。いやー、風さんのことだからもしかしたらそういうことかもしれませんね。なんか以前もなんかありましたよね、なんかそういう記念日的な時にね、どなたかアーティストの合わせてなんか配信したことが、うんね、風さんそういうところとっても細やかですからね、自分のことはいろいろ忘れてもね、こういうことはね、忘れないですよね、律儀と言いますかね、うん、そうかもしれないですね。なんかね、天国で何だったっけ、カーペンターズの歌ってた人ごめんなさい名前が出てこない、カレンさんね、喜んでるでしょうね。うん、はい、それからね、ヤッピーさん、なんとヤッピーさんの、ではどういうことだったっけな、いつぞや私がにじこさんの聞きながら寝落ちしてしまった日のこと、その後主人がずっと放送を聞いていたらしく、朝起きたら、なあ藤井風ってすごいんやなっていうので、はって思ったら、にじこさんのラジオをこっそり聞いていたんですね、私が説明するよりも数百倍効果抜群でしたっていやいやいや、そうでしたか、それはありがたいですね、嬉しい、ありがとうございますね、どうぞこれからもよろしくお願いしますはい、それからサナさんのね、当選よかったですね、風さんに会えるなんて夢のようね、本当に。今回はこだわりすぎないように心がけてたって、当たった自分、外れた自分、両方想像してみたら大丈夫、どちらの場合も楽しく過ごせるなと思いました。これですよ、これがね素晴らしいですよね。私もね今回そんな風に思ってましたね、なんか、ダメでもまあしょうがないやななんて、思ってたんですよ。そういうね軽いスタンスがいいですよね、すごいいいと思いますこれね。そして結果当たっておめでとうございます。はい、それからね、山内直子さんね、今年3月に風さんを知って YouTube にたどり、私の YouTube にね来てくれたんですね、にじこさんの YouTube にたどり着きました、自分もハイヤーセルフや見えない世界の存在、波動、高次元などいろいろなことを初めて知ったのは3年ちょっと前からで、自分も様々な本を読んだり YouTube 見たりしながら生きやすくなりたく頑張っている日々です。今日のにじこさんの配信聞きながら涙が出て、自分はにじこさんと同世代でまだ中学生の子育て中で、去年は大病を患いましたが今は完治してシングルで頑張ってます。素晴らしいですね。風さんのツアーに参戦したくて、でもまだ体調に自信が持てなくて、でも必ず風さんに会えると信じて日々を元気に穏やかに過ごしていきたいと思ってます。癒される声、話し方、本当に大好きです。にじこさんの配信、毎日楽しみに聞かせていただいてます。これからも楽しく聞かせていただきますって、ありがとうございます。ね、ライブに行くんだって、行きたい、行くって、そういう思いを絶対に諦めないでください。ね、絶対行けるから、ね。はい、大丈夫です、思い続けててくださいね。
執着するんじゃなくて、こう私は行くんだ、決めればいいんですよ。風さんのライブに行くんだってこう決める、うん、そしたらいつか絶対行けるからね。はい。それからキラキラ愛さん、お話聞いてて泣きました。そのままの自分でいいとおっしゃってくださって、でも仕事柄かっこ医療関係、今の自分ではダメなのです。毎日毎日ダメな私と思い続けて落ち込んでいます。にじこさんの配信や風さんを聞いたりして、今の自分の思いはそのままで明るい方向に目を向け向上したいと思いました。でね、いや毎日毎日ダメな私と思い続けて落ち込んでますって、いやいやいや、もうそれはもうね、そんなかわいそうなことしないでくださいよ。自分がかわいそうですよ。仕事でね、大変なこと、なんか思うようにいかないこと、いろいろあるかと思いますが、だからといって自分がダメじゃないんですよ。その思うようにできなかったことに関しては、あ、じゃあもっと今度はちゃんとできるようにしようっていうことはあるかもしれませんけども、だからできなかったとしても、失敗したとしても、だから自分はダメじゃないんですよ。どんな自分でも自分には丸をつけてあげてください。失敗しちゃった、やらかしちゃった、全然できなかった、怒られた、そんな自分にも私だけは丸をつけようって、そうしてあげてください。私もそうしてました、ずっと。どんなにダメでも、どんなに思うようにならなくても、どうあっても私だけは私をちゃんと愛してあげようって、うん、だからダメじゃなくて、あーなんかダメって思っちゃったな、でも本当はダメじゃないんだよとかって、よしよししてあげたりね、自分を、うん、でもダメって思っちゃうんだよね、そっか思っちゃうんだ、うん、でも大丈夫大丈夫とか言ってね、うん、よしよししてギューって自分で自分を抱きしめてあげてくださいね。はいはい。それから、リリーさん、私は海外在住で日本の携帯を持っていないので、スマチケにできないので応募すらできず落胆していました。でもパナスタに行けて、ああ行けたんだ、未だにまだ多幸感でお腹いっぱいなので、今回は残念だけど見送る気でいたところ、なんと知り合いの音楽関係者の方が、関係者チケット用意できるけど行きませんかと連絡をいただいたんです。もう歓喜です。なかなか日本帰国、なかなかの日本帰国に大きな金額がかかりますが幸せですね。え、執着をなくすことは難しいですが、少しでも軽くすることは大事ですねって、ねえ、ほんとほんと、まさかのとこにこうチャンスがあるわけですよね。うん、こういうこともありますね。よかったですね、リリーさんね。ねえ、でも本当にこうやって海外からね、たくさん来られるって、風さんすごいですね。しみじみ、その風さんに会うためにみんな海外からお金かけて時間かけて来るって、本当にすごい。まあ、でも私もきっとそうすると思いますけどね。ね、うん。それから沢さん、皆さんが複数当選されている中、全敗です。執着しないように軽い気持ちでいたのですが、昨日の発表からツイッターもインスタも開けるのが辛くて、風さんの音楽も一切聞けずにいます。どこにも吐けるところがなくて、でもにじこさんの声で元気もらいました。聞けてよかったです、ありがとうございましたって。うん、全敗、そりゃ辛いですよね。みんなが嬉しい、当たったとかって言ってるの辛いですよね。もうそういう時はね、見ない方がいいです、ツイッターもインスタも、うん。そしてね、2時のお知らせ来ましたから、もう心を新たに明日ね、18日の16時から2時申し込みできますからね、またそこにチャレンジして、ぜひゲットしてくださいね、祈ってます。私もね、気持ち新たにね、こう上を向いて、ちょっと無理やり口角上げて、いい気分になってから申し込むといいですよ。うんね。はい。それから、アドールのあけみさん、にじこさん、かぜくんのグレースピアノツイート、11月11日、あの日は1年前に亡くなった主人の命日。ああ、そうだったんですね。優しい音色に癒されましたって。ねえ、なんか本当にね、風くん寄り添ってくれるんですって。そっか、よかったですね。
心が不安定になったり寂しい気持ちになる、と風くんのピアノはいつに何にも増してとびっきりの特効薬です。本当ですね、本当に本当に、うん、そっか、旦那様のお店を継いで、そうそうそういうの前いただきましたね、お店を継いでくれたってお嬢さんが、そして息子さんレオンくんがね大学に合格されて本当に良かったですね。はいね、もうね寄り添ってもらってるから大丈夫ですよね。はい、それからピナコさん、実は長く続いていた離婚裁判でついに離婚の判定が出ましたので、にじこさんに大丈夫大丈夫って言ってほしくて、ということでね、初めてのコメントということなんでね、ちょっと読ませていただきましたけど、そっか、いろいろ大変だったのね。でも風さんに出会って救われて本当に良かった。魂がピュアで一点の汚れもない、人や動物に対しても優しくて天使のような人、私もこの人普通じゃないなと思った一人ですってね、本当にいい、もう素晴らしい出会いがあって良かったですね。うん、いやー長年ね苦労されてきたけどね、そうそう、離婚ってね別にマイナスじゃないと思うんです。私なんか離婚するとほら、まあ、罰位置っていうのが流行ったからね、なんか罰っていうのはあんまりいい印象ないけども、まあ一つのフェーズが終わったってことですよね。そして気分も新たに、また私の次のフェーズが始まった、よしってこう顔を上に向けてね、よしって感じで、もうね楽しむ、もう自由、何でもできる、何しようかなみたいなね、風さんを聞きながら楽しい未来を描いてください。絶対大丈夫だからね、大丈夫大丈夫ね、ピナコさん、幸せな未来をね描いて前に進んでください。はいはい、それからミンミさんね、風さんもにじこさんも自分の得意で好きなことを楽しんでやることで結果的に与えるってことをされてますよね。その波動に共振する多くの人が集まる光の存在になるんだなってしみじみ思います。だからここは本当に心地よい場所になる。にじこさん、こんなに素敵な場所を作ってくださってありがとうございますって、なんてありがたいお言葉、本当嬉しい、ありがとうございます。そうなるように頑張ります、これからも。はい、それからお誕生日の方紹介しますね。太陽さん、おかげさまで私も宮城スタジアム第一希望ね当選ラッキー、良かったですね。やはりにじこさんの元気パワー注入、言霊プレゼント配信を信じて毎日お祈り感謝を続けるようにしたら、神様からのご褒美をいただき感謝してましたよ。今からワクワクドキドキ楽しみです。これからもナイスボイスのにじこですを心待ちにしてますね。早速のご報告ありがとうございました。私の誕生日は17日で、風さん渋谷初ライブにも感動してましたよって、あ、11月17日は渋谷公会堂のライブをやった日なんですね、2019年にね、うん、そんな記念すべき日に太陽さんお誕生日おめでとうございますね。もうアリーナツアーも待ってるし、もうめちゃめちゃ幸先がいいお誕生日ですね。もう素晴らしい未来が待ってますからね、キラッキラのこれからの1年楽しんでくださいね。おめでとうございます。はい、それから、よしえさん、にじこさんいつも風さんへの愛を健全な方向へ深めてくださるこの場所に感謝しています。まあそんなありがとうございます。にじこさんの癒しボイスで感情が整います。大勢のファンの皆様の存在も感じられて幸せになります。これからもどうぞよろしくお願いします。こちらこそです。ところで先日夫に風さんのデームのダンスについて熱く語りましたら、夫がジェスチャーで野ざらしダンスをするではありませんか。私が違う違うと言ったら、じゃあこれかと言ってタケノコダンスをしました。私はファンでもない夫がいつの間にか風さんの MV を見るともなしに見て、そこまで知ってることに爆笑というか驚いてしまいました。これは良い洗脳ですよね。これからもこの手で行こうと思います。その夫が、11月17日に68回目の誕生日を迎えました。できましたらにじこさんのお声でおめでとうと言ってやってください。名前はジュンです、ということで、まあ、よしえさんの旦那様のじゅんさん、お誕生日おめでとうございます。まあ、いつの間にか奥様に洗脳されて、
野ざらしダンス、たけのこダンスを踊るまでになられたんですね。もう素敵ですねえ。いやー本当にご夫婦で風さんのファンなんて最高ですね。いやこれからもね、よしえさんと奥様と仲良く風さんをね聞きながら仲良く幸せにお過ごしください。もう本当にね、もうさらにあのお二人のね、仲睦まじい お二人の幸せな日々が待ってるに違いないですからね。はい、おめでとうございます。はい、それからミッチーさん、にじこさんこんにちは。先日椿の丘公園に行き、初めて風さんとお話しすることができました。あらまあよかったですね。あ、お互いに名古屋が当たったとね、それで盛り上がっちゃったんですね。そんなミッチーさんが11月17日お誕生日ということでね、おめでとうございますねえ。まあ椿の丘公園に向けてよかったですね。私もね、本当なんか最近やっぱり急に行きたくなりました。なんかあの小野さんが私を知ってくださってるっていうのを知ったら、もうちょっとご挨拶に行きたくなってしまいましてねえ、本当にどうやって行けばいいんだろうって感じですけど、なんかそんなチャンスがきっと来ると信じてね、楽しみにしたいと思ってますけどもね。それでミッチーさんよかったですね。なんかお互いに名古屋にね行ける方、岡山の方だったんですね。うん、ミッチーさんは名古屋で、うん、よかったです。もう本当にね楽しみですよね、名古屋のライブがね。はい、もう幸先のいいお誕生日です。もうあのキラキラの日々が待ってますからね。もうハッピーハッピーハッピーで、毎日がハッピーの、積み重ねですからね。もう楽しみですね。おめでとうございます。はい、ということで今日もまた長くなってしまいました。もう本当ありがとうございました。ではまた。